みんな元気？今日はね、買ってきたもの紹介しようんだけど、しようんだけど、私ちょっとその前に言わせて、結婚式無事に終わったよ。感動したし、途中でね、リングペアだっけ、指輪を持っていく人を任命するのは朝日奈さんじゃんって感じでさ、あの司会の人に言われてさ、って感じやんで、私もう号泣で前も見えてない中、私そんな大役任されてさ、しかも指輪のなんか枕みたいな、このちっちゃい枕にポンポンって指輪置いてあるだけなんよ。え、こんなんちょっと待って、落としてみ、おしまいやんな、もう津波出すみたいな感じのもう空気になるやんか。もうだからもう本当に震えて、もうドキドキしながら新郎新婦の前にこうやって差し出してできました。緊張したよ本当に。でもすごいやっぱりいいね、結婚式すごい憧れた。なんか私だったらクマさんとかも呼びたいなって思ったりして、そのぬいぐるみの、うーん、何言ってるか分かんないや、ちょっとやりますね。ギンガム祭り、これも可愛いよ、この顔。それではフライングタイガーって買ってきたもの開けていきます。みんなからね DM すんごい来たの。フライングタイガー行きました、セギヌちゃん。え、行ってないんですか。見てください、このラインナップ。え、好き系ですよね、ですよねみたいな、早く行った方がいいと思いますって。いっぱい DM 来て、行ったら本当に私のために作ってくれたんて、もうアサギーニョフェアって言ったらおこがましいんですけど、本当に好き系のやつが多くて、ちょっと開けていくね。それではまず、そうなんです、私といえばギンガムチェック、これポピーの新作です。はぁ、こんなタイミングでお披露目するとは。そう、私といえばギンガムチェックがトレード柄なんですけど、ギンガムチェック祭りだったのね。まず一つ目、じゃん、これはギンガムチェックの保冷バッグです。保冷バッグとか普段使わなすぎるんですけど、可愛くて買っちゃった。次はこちら、ランチョンマットというかナプキンです、4枚セット。次、じゃーん、ギンガムチェックのテーブルクロス、うち家にもう一個あるね。そういえばこれもフライングタイガーで買った気がする。私の家にこれもあんねんけど、今回買ったやつはもっとしっかりカチカチしたテーブルクロスって感じの生地。へー、見て画面がすごい、ギンガム祭り。パキュン。次です。次は見て、さくらんぼもすごいあった。今さくらんぼフェアやってた。さくらんぼのこれは布巾、めっちゃ可愛いな、これ普通にハンカチとして使えそうな勢い。これでキッチンふきふきする、可愛い、いいね、これキッチンに置いてたらテンション上がんじゃない。うん、こんな可愛いの作っちゃってどうしたんですか。次はさくらんぼのジップロック、このサイズ感がね私欲しくて買っちゃったよ。ジップロック大好きだからね。見て、じゃーん、かわいいかろー。リップとかコスメとかそういうのをここにちょっとまとめたいなと思って、はい、ジップロックでした。次はサイズ違いか、見て、かわいいサイズやんな、これ。このぐらいのな、サイズのジップロックうち持ってなくって、超でかいのはあんねんけど、これ便利やねんな。ほんまにちょこっとだけ入れたい時とか2種類買っちゃいました。次、ポーチ、水色とピンクのカチカチのポーチの色味がかわいいなって思って買いました。パキン。次は紙皿です。すんごいゴージャスな紙皿、すんごい安かったし、しっかりしてんの。で、ほらケーキとか食べるときとかにね、こういうの使えるよね。次はこれ、チェリーのギフトボックスです。色が全部可愛い、捨て色ない。なんかさ、ちょこちょこっとしたもの、なんかお裾分けするときとか、そういうときにこういうボックスがあったら可愛いよな。しかもこれも安いよな、こんなしっかりした箱でな、立体感も出してくれてんねんな、安いねんな。次、木、これは私最近さ、よくあのお菓子作りやんか、お菓子作りする時のお皿が全然なかったから、この木買いました。お団子とかこうやって置いたら可愛いよね。次はギンガムチェックのこれ、前も買ったんだけど、これ前破いちゃったんだよな、ガーランドです。これちょっとね、生地ね薄めやから、そんな生地のせいにしたらあれなんだけど、破かないように注意って感じ。次はチェリーのガーランドです。これも可愛いよ。みんなさ、一人暮らしの子はね、ほら穴開けたりさ、できひんやんか、賃貸だったりとか。そういう子はうち前もやっててんけど、これくくりつけて家具と家具の間をに垂らしたりとか、ターザンみたいに、ジャングルみたいにね、なんかそんな感じでお家に飾ると可愛いよね。パキン。次見て、これ見て、めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い。いきます、じゃん、可愛い。
私あんまりハート型とかは好んで使わんねんけど、このハートの柄がめっちゃ可愛いね。わかる？ふわってしててなんかオシャンティーやなーと思って。あと真ん中のこの白鳥が可愛い。白鳥これ鳥？なんかわかんないけど、バレンタインとかさ全然季節ちゃうけどさ、ここにお菓子入れて、はいどうぞ。あー可愛いってなるよな。メロメロ。次はまたさくらんぼの、これジップロックやねんけど、これ普通のジップロックじゃなくて、これはね透明じゃなくってこういう素材のねジップロック。これなんかジップロック感が少ないから、まあ、中身見えないようにお薬入れたりとか、あとはお友達にちょっとお金を借りてたのを返す時とか、ポチ袋の代わりといってはなんですが、これでやったりとかして可愛くない？入ってて可愛い。次またチェリーなんだけど、じゃーん、トートバッグ。これでお使いに行くと可愛いね。次、あ、これ見て、これね、これも可愛いよ。これ何かっていうとね、お菓子じゃないよ、これはバンドエイドでございます。みんなに見せたい、一個ぐらい見せたいって思うけどもったいない。まあいっぱいあるからいっか。私はねプロの YouTuber だから、こういうのは買ったものはみんなに見せないとね、意味がないの。一個怪我してないけどつけちゃうね。見て、ハートの、私あんまりハートとか本当に使わないんやけど、普段ハートとか欲しいとかマークみたいなのあんまりついてないんやけど、これめっちゃ可愛くない？どこにつけようかな。手切ったらこうやって、あ、待って、粘着、え、優しめの粘着力ですごく可愛いでしょ。もし誰かがお家でなんか指切ったってなった時にこれ使って、なんかバンドエイド貼ってないみたい、なんか紙で作った指輪つけましたみたいな感じに見えるけど、かわいい。キュン、充電が切れました。私だって充電切れそうだよ、お腹減ったよ。では次はちょっと見てください、見てくださる奥様、めっちゃかわいいね。こんなん初めて買った、こちらです。ブーブーちゃんとモンキーちゃんです。ブーン、かわいくない？これ歯ブラシケース、こんなでっかいの、こんなんかさばるやんって思うやん。私お家によく人が泊まるんよ、その時に歯ブラシを置いていくんやけど、どれがどれかわからんくて、毎回私ジップロックにこれはこの子とか言って置いてんねんけど、結局どこにあるかわかんないとか、これ誰のやっけみたいな感じになるから、もうあなたは豚さんで、あなたはモンキーでって決めてたらいいやんと思って。可愛くない？この豚さんのこの顔が何とも言えない、なんか憎たらしい可愛さがあるよね、なんかはいみたいな感じの、え、僕ですけどみたいな感じの顔してんのがなんかちょっと可愛らしいなと思って。でこっちのモンキーは逆になんかこの顔、いつもね大げさなんだよ君は、極端だな、困っちゃうなという感じの顔に見えます。私には可愛いなと思いました。次です。あ、次のピアス買いました。フラグタイガーでアクセサリー買うの初めてなんやけど、この黄色いパールの色が可愛くてちょっとつけてみようかな。てか私なんかお肌の調子良くないですか？やっと来たのね、私のハッピーエンドが。最近はこの2週間ずっと自炊です。えらこ、私ってえらこ、自分で自分を褒めてあげよう、誰も褒めてくれないんだから。どう？可愛いよね、これ。今日の服にはちょっと合わないけど。じゃあ次。あ、プッチンも買いました。じゃーん。色可愛くない？あ、あれもう一個買ったんです。これだけか。プッチン。みんなプッチンのことパチンって呼ぶ人多いらしいね。どう考えてもプッチンでしょ？聞いて。プッチンですよね。ちょっとすごいなんかバランスやばい。パキン。次は、おパンティーの収納袋。を買いました。外泊する時とかおパンティーここに入れようと思って、これ何がいいかって、おパンティーの収納袋がこのネットになってることで、家帰ってきた瞬間にこのまま洗濯機に入れれるってこと、それがすごく便利だってことに気づいたの。そう、わざわざ下着これ使ったやつやなって言って洗濯物入れて、靴下はこっち、ヒートテックはこっちって入れるのがめんどくさいやん。これに入れてたら無敵やなと思って買いました。しかもこのおパンツの形がかわいいじゃん。はい、これめっちゃいいお買い物したなって思います。次、これはねサランラップではないんですけど、サランラップの何度も使えるフードラップってやつ、私これ初めて買って、サランラップさ、私昨日もずっと思っててんけどさ、もうクレラップ使いやすい、もちろん使いやすいけど、こう
こうなった時のってなるやつが苦手で。へえ、これ本当に貼り付いてくれるわけ？すっごい硬かった。これで皿にこんな風にペタってしてくれるもんな？次。最後はこれ。この IKEA のさ、やつのフライングタイガー版。毎回 IKEA でさ、買っててんやんか、これ。これすっごい便利だから持ってない人はほんまに買うべき。IKEA なかなかさ、行く機会ないからさ、フライングタイガーで買っちゃった。食べかけのポテチとかをこれでこうやってパッキンする。これは便利だよね。しかも色が可愛いね。これちっちゃいサイズもあるんやけど、こういうちっちゃいサイズはなかなか使わん。あんま使う機会なくない？こういうの。何や？はいっていう感じで、こんな感じで。可愛かった。今回の MVP はね、一番ときめいたのはこの箱。可愛いなって思いました。他にもギンガムチェックのものはいっぱいあったんだけど、うちの家にちょっとありすぎてるものとか、これ使わんやろみたいな、水筒とか絶対使わんなと思って自粛したものもすごいあるので、みんなも、あった、やっぱりあった、これあったじゃん。やっぱり赤も買ったと思ってたんだよな。うん、こんな感じ。バキュン。みんな情報提供ありがとね。大好き。このみんなのおかげで私こんなたくさん可愛いものがお家に増えました。じゃあ次は何を撮ろう。このお洋服は5月28日に販売するからね、ポピーのアカウントチェックね。これ実は青が私結構推しカラーなんですよ。で実はこの赤銀河を超えて可愛い色ができちゃって、まあどっちも好きだけど。というわけで、私は今はミスタードーナツが食べたくてもう頭が苦しそうや。ココナッツチョコ、ハニーチュロス、ポンデリング、フレンチクルーラー。助けてみんな。じゃあねー、バキュー。